松阪市では地域防災計画の見直しなどを図るため今年度防災アドバイザー制度を創設しました。5月18日その委嘱式が松阪市役所で行われました。防災アドバイザー制度は防災の専門知識がある学識経験者などの意見を取り入れ地域防災計画の見直しや防災啓発を実施していくために創設されました。今回防災アドバイザーに就任したのは三重大学大学院工学研究科准教授の川口淳さんと兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科准教授の坂本真由美さんの2人です。川口さんは行政の論理で作るのではなく市民目線が組み込まれていないとうまくいかないと防災計画について話しました。また坂本さんは隣近所のコンパクトな防災を積み重ねると防災力が強まる地に足のついた計画にしたいと抱負を述べました。竹上市長は地域防災計画はゼロベースで全面的に見直す、臨海部からは津波避難タワーの要望があるが本当に必要なのか、必要ならどこに設置すればいいのか考えたいと話しました。防災アドバイザーの任期は平成30年の3月までです。